何勘違いしてるんだ。まだ俺のペアリングは終了してないぜ。YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。見てください、この産卵木。あのね、加水してってね、忘れててね、かびちゃったんですよね。で、ちょっとね、2日ぐらい水につけっぱだったんで、1日、水からあげて、放置しておいたんですけど、まあ、いい感じになったんで、今回使ってみようと思って、皮剥いてみました。これね、確かネシアで買ったやつだと思うんだけど、産卵木。M サイズかな、サイズは。なんで、今回ね、ペアリングしたのはね、1411。前回ね、1501と1411でペアリング、したんですけど、その後すぐにね、違うメスをね、投入しまして、10日間、ですね、10日間かペアリングしました。で、1411はね、ずっとぶっ通しで、メスが変わってずっと、いたんで、ちょっと多分疲れてると思うんですけど、ペアリングに関してはね、ちょっとうまくいってるかちょっと微妙なんですけど、一応1411の、1501、あと1411と、今回のメスですね。なんで、ちょっと、うまくペアリングいってればね、産卵すると思うんですけど、まあ、産卵木がね、ちょうど余ってたんで、今回組んでいます。まあ、オーソドックススタイルですね。うん、いい感じで、組めたと思います。そんで、のせ YG がね、もう、ワンペアいるんですよ。類代不明のやつね。それに関してはですね、DT でいいかなと思って。DT、オスは DT で、SG ですか ?SJ。SJ と DT のコンビで、ちょっと、使用しないで、未使用のまま、ちょっと、今回はね、行こうかななんて思ってます。まあ、プロゼリーもね、4つ切って、ほんとオーソドックスな感じの、サーナーセットになってます。で、このテプラですもん、テプラなんですけど、まあ、黄色いテープだとね、間違えるかなと思って、一応白いテープで、差別させてもらいました。で、メスの方がですね、もう一回紹介したいんですけど、後から買ったメスなんですよね。で、オスの方はね、1411なんですけど、メスの方はね、51ミリの YG866 と80系の、80、YG866 と80系の
子供になります。 51mm なんで両結だと思います。で今回もね2枚蓋と底にね、底っていうか下のケースに貼っています。まあ、蓋に貼んなきゃ間違えるってことはないんですけど、ちょっとね他の産卵セットより10日遅いんで、まあ、いい感じでずらせたなーなんて思ってます。これ今入れるとこですね。これ5月、9日あ8日ですね、すいません。これがね、ヤスコングさんの1411と、ノセ YG の 51mm ですね。YG866 と 80K の、この、51mm のメスになります。まあこれなかなかのね、いい良血ですよ。ちょっとね、将来楽しみな感じになってますね。もうこの、ペアリング してるとね、もう、びしゃびしゃにこういう風に汚れちゃうんですよね。本当にビチャビチャになっちゃうんですよね。もう1411もうねピンピンしてましたね。これがっちりねもうペアリングできたと思います。これがねあの産卵セットに組んでどういう影響が出るのかちょっと分かりませんが、ちょっとね爆産のみですね。もう考えることは一応あの今期ね使う禁止瓶とか禁止いろいろ考えてるんですけど、メルリンケットとかもね、産卵セット今組んでるんですけど、ちょっと微妙なんですよね。まあ、もしね、生まれたに卵を取れたりしたら、神長キノコ園の S4 っていう禁止瓶をね、ちょっとメルリンに関しては使おうかななんて思ってます。あと、ノセ YG に関しては、神長キノコ園の S3、それと、あとね、エクシードクラフトのベビン G でしたっけ？それをね、ちょっと今考えています。で、ギネスケットの平田に関してはね、一応ネシアのミラクルハイルグレードでいこうかななんて思ってます。そういうことなんで、一応ね、他の産卵セットよりはちょっと遅れて投入なんですが、まあ、こんな感じで押し入れで、暗いとこで、ちょっとね、産卵に集中してもらおうかと思って、いつもこうやって入れています。ということで、ご清聴ありがとうございました。爆散しますように。裏磐梯太郎丸の株クワ動画。